DS 漫画やわ。はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合うBS漫画やわ、司会の大月孝弘です。ささみにあいです。3日目ですね。はい、はい。戻ってきていいですか。いや、皆さん相変わらずで、はい、よかったです。あなたも相変わらず剛腕でよろしくお願いします。なんですけども、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ今回のラインナップです。はい、まず初日、松本零士銀河鉄道39、そして昨夜長野守5スターストーリーズ、そして今夜は竹宮恵子風と木の歌で、明日最終日尻上がりことぶきやじきタインディープとなっています。はい、というわけで、はい、早速今晩のゲストをご紹介します。はい、漫画評論家の村上智彦さん、そして女優の鈴木沙和さんです。はい、どうぞいらっしゃいませ。どうもこんばんは。こんばんは。どうも村上さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうもどうもどうも。風と木の歌いかがなものでございましょうか、村上さん的には。とうとうやったかという感じ、ね、やってなかったんですよね。いや、期待されてたんですよね、うん、もうこういうのが絶対出るだろうということ で、はいはい、で非常に盛り上がったのを覚えておりますが、うん、当時ですね、はい、じゃあ一つよろしくお願いします。お願いします。鈴木さん、どうも初めまして。初めまして、よろしくお願いします。なんか漫画が非常にお好きだということで、すごいすごい好きで、本当に漫画ばっかり読んでる少女時代、まあ現在もそうなんですけど。なるほど、はい、今も現役で、でもなんかこの番組ねずっとしてたんですけど、はい、なぜ風と木の歌に私って思ってちょっとでもドッキリですけどね、はい、ちょっと緊張してる。緊張しちゃいますね、はい。大丈夫です、はい、割り込まないとね、みんな置いてかれますから。ガンガン言ってください。なるべく首突っ込みたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。今日は席の方へ。はい、はい、それではレギュラーの皆さん紹介したいと思います。漫画家の石川純さんです。どうも、こんばんは。いや、今日はね、はい、俺は奮発って新しい靴入ってきたんだけど、全然見えなくて残念だ。足元は映さないな。ちょっと損したな。あ、そうですか。よろしくお願いします。はい、なんかよくわかんないけどよろしくお願いします。はい、続いて、作家の岡田敏夫さんです。起きてますか。どうも、こんばんは。起きてますか。大丈夫ですか。俺さ、燃え尽きてませんか。大丈夫。秋からね、マサチューセッツ工科大で講義やるんだわ。で、そこ で9月ぐらい大丈夫ですかって言われて、漫画やわやるって言ったら、私だどうも大学なんかより漫画やわの方が大事ですかって言われて、当たり前じゃないかって言って後ろに伸びちゃった。なんかみんな見てますってメールに書いてあって、MIT で、そう、どうやって見てるんだろうなと。でも結構見てるみたいな、漫画好きなやつ。知り合いの先生からよろしく言ってください。光栄ですね。はい、はい、続いて、漫画コラムニストの夏目房之助さんです。はい、ですね、最近漱石の孫って本を書きましてですね、はい、うちのおじいさんがロンドンでいかなる屈折を経て、西洋に対してどういう思いを持ったかとかですね、そういう精神構造が親父を経て私にどう遺伝してるかということをずっと考えてたんですね、はい、で要するにね、そのためにどうも私はね、1970年ですまで20歳代の時にね、西洋かぶれが大嫌いだったんです、うん、それでね、特に西洋かぶれのディレクタントとか知識人がね、本当に嫌いだった、うん、で悪いことにそういう時にこの風の突起の歌をやっていたんですね。それでね、非常にある意味私は不幸な出会いをしてですね、それっきり読んでなかったんですよ、うん、で今回読みましてね、すごい、うん、これは改めて申しますが戦後漫画の名作です、うん、感動しました私は、ということでよろしいでしょうか。わかんないけど、仕事の温度差すごいじゃん。昨日は いるのかいないのかわかんないって話もあったですけど、今日頑張って、はい、よろしくお願いします、はい、さあそれでは今夜取り上げる作品ですね、はい、ますこちらです、はい、風と木の歌、1976年から、80年まで週刊少女コミックで連載されています。84年じゃない、84年、うん、まあいいや、はい、あ、ごめんなさい、はい、はい、そうですね、はい、で、81年から84年までですね、はい、プチフラワーに連載されているんですね、はい、はい、それでは作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。作者の竹宮恵子は1950年生まれ、大学在学中にリンゴの罪でデビュー、 SF、同性愛、音楽などをテーマに多彩な作品を発表し、少女漫画に新しいジャンルを築き上げました。19世紀末、南フランスの名門校ラコンブラード学院、主人公セルジュは
父が青春を過ごしたこの学校に入学した。そこでセルジュはある生徒と同室になることを伝えられる。その相手は怪しい魅力を持つ少年ジルベール・コクトーだった。ジルベールを満たすのは肌のぬくもり。抱かれることだけが心を癒す手段だった。ジルベールの危うさに触れ、これまでまっすぐな愛のもと育ってきたセルジュは感情を揺さぶられる。ジルベールの魅力の前にはお堅い監督生のカールさえ。僕を否定する人間たち、この体の中へ引き込んでやる。やがてセルジュもその魅力の虜。いい加減にもうどいてよ。周りの人間を翻弄し続けるジルベール。その生い立ちにはある男の存在があった。その名はオーギュスト・ボー。高名な詩人であるオーギュストこそジルベールの実の父であり、彼を愛に勝ち得る人間に育てた張本人だった。頭の先から足のつま先まで私の思うがままに作られた私の人形ジルベール。オーギュストを愛しながらも冷たくあしらわれ、自暴自棄になるジルベール。そんな彼を見てセルジュはついに自分の正直な気持ちに気づく。好きだジルベール。オーギュストの手を逃れるためジルベールを連れて学院を飛び出すセルジュ。二人の逃避行の行方は。少年たちの禁断の愛をみずみずしく描いた風と木の歌。少女漫画の巨匠竹宮恵子渾身の一作です。はい、 BS 漫画やわでは皆さんからのご意見を募集しています。好きなキャラクターや場面、作品にまつわるエピソード、番組へのご感想などどんどん送ってください。ファックス番号は 03-5455-6000 03-5455-6000 です。ホームページは www.nhk.or.jp/漫画/です。さあ、それでは早速届いているメールファックスご紹介したいと思います。ローズマリー大好きさんからいただきました。ついに待望の竹宮先生の作品、もう今からドキドキです。思い返せば高校の頃、授業中の隠れ読みを先生に見つかり、教員室に呼び出され、変態呼ばわりされ、この物語の素晴らしさがわからないあんたが変態じゃと怒り狂ったことがありました。ありがとうございます。それからオルフェさんからいただきました。誰が何と言おうとジルベールと奥義は最高。高校生の時に初めて読みました。先生に没収させられてハラハラという方が多いようですが、うちの高校は先生もハマりました。いいんでしょうか、というメールですね。あとですね、松戸市の斉藤由美さん41歳の方からこういうイラスト入りのファックスも届いています。以上です。大月さん、はい、VTR は見て笑わないようにあいちゃん。いや、私この作品すごい泣いたんですよ。でもあんなに VTR で笑うと思わなかった。ほら、あの、ほら、大湯の声だろ。なんかあの声優さんのこう力の入れようがね、はい、感動しました。仕事なんだから声優さんも言っちゃダメ。はい、はい、今日困るな。今日は楽屋入りは村上さんと石川さんが手つないで入ってきてね、僕は。何を言ってるどういう関係だろうと思っちゃいましたけど、入り口で一緒になっただけだよ。そうか、つい疑ってしまって見ちゃいけないもん見たなと思って石川村上の石川村上の今もう大変なことになってますけど、はい、はい、というわけでじゃあ鈴木さんからお伺いします。はい、これはどういうきっかけで読むようになったわけですか。うん、私はすごい偶然っていうか、なんか出会いだったんですけど、出会い、よく母がね、いつも
漫画をすごく買い与えてくれる母親だったんですよね。お母さんが、それであの別に特にこれが欲しいとかあれが欲しいって言ったわけじゃなくて、はいはい、一緒に本屋さんに行くと、うん、なるべくこうずらっと続いてる漫画が出てると、うん、それを買ってくれたんですね。まとめて、まとめて、それでまあ母親も一緒に読むっていう感じだったんだと思うんですけど、うん、その時はたまたま古本屋さんに行きまして、でそれでまあバーッとこう一覧して母があのこれがあったんですね、やっぱ、うん、でこれが1巻から12巻までこうつながってあったんだけど、なぜか11巻だけ抜けていて、でもこれが一番揃ってるからこれにしましょうって言ったし、で私もこう表紙1巻この表紙だったかな、確かだったような気がするんですけど、フラワーコミックででこれを取って、あふーんとか思って、まあそんな話とは知らないんですけどね、小学校5年生だし、小学校5年生、あそうなんです、小学校5年生だったんです、多分うわ、うん、4年生か 5年生だった気がするな、うん、それでうち帰って読んだら冒頭からもういきなりなんかこういう この手に衝撃を受けて、はい、もう意味が分からなかったです。それ分かんないですよね、分からなかったの、うん、それでずっとでも読んちゃんと読んで、うん、でまた再びあのずっと家にあるもんだから中学校ぐらいの時もう一回読み返して、うん、だんだんなんとなく分かって、男の子同士でもこういうことがあるんだと思って、うん、で次高校生の時読んで、はい、そうすると、まあ、もう 女性がねもう他の周りの人たちも読んでいて、あでやっぱり私たちも授業中こう読んだりとかして、あで語り合ったりとか、なるほど、はい、そんな感じです。最初は小学校5年の時にお母さんに買い当てられた。そうだから母親どう思ってたのかな、これあいけない本買っちゃったのかなとか思ったのかな分かって与えたんですかね。いや分かってない、分かってない、全然分かってないですよ。その場でやっぱりただ単に揃ってたから揃ってて、まあ、少女漫画だしまあ多分あのまだ私5年生だったから分かりゃしないわと思って鷹、うん、をくくってたかもしれないです。あいや分かりますね、あれ見れば分かる、本当見ればもうもろそうじゃないですか。でも途中全部読んだんですよね、その時読みましたよ。ということは途中で本がなくなっちゃったとかっていうことはないんですね。ないんですよ。お母さんも読んでるわけですよね。読んでますよね、うん、今だってその当時のまんま取ってあるし、あら、ま、で11巻を買いに行ったんですもの、お母さん抜けてるやつ、ね、お母さん、お母さんが積極的、それもなんかあの地元、自分の地元ではなくてたまたまちょっと地方に2人で旅行しに行っていた時に入った本屋さんで、うん、あらさわ11巻あるわよいいお母さん、いいお母さんというべきかどうかよく分かんないよく覚えてる、あのオーギュとジルベールの表紙だったんで11巻はそれでまあね、内容もそういうオーギュとジルベールがこうグッとくるシーンだったんで、なんか読んじゃいけないものかなっていう感じは子供心にありました。あんまりなかったですね。そういう抵抗はなかった。なんかね、あの男女のそれよりも受け入れやすかった、うん、なるほど、逆に何ていうんですか、生々しくなかった、肉肉しいというか、抵抗がないね、そっちの方がね、むしろ、まあだからそれがこのなんかマジックというか魔力というか、味噌でしょうね、そこは味噌ですよね、作り方、それはまたその糸だしね、そうですよね、はい、村上さんはこれは初体験は、ね、いやだからもう大人でしたよね。そうだからもう連載の予告が出た時から注目してというか、いよいよという感じで、だって俺たちは大体同世代だからですよね、うん、だから、まあ、竹宮さん自身がそれまでにも少年ものをやってたし、うん、で何だ少年愛ものというのももう出来上がりつつあったのよね、うん、時代として、うん、いろんな形でコメディの形でやったりとか、うん、そういうのがいろいろ出てたから、うん、から青池さんなんてもうちょっと早いぐらいかな、うん、あイブの息子たちとか意外と最近なんですよね、これ今さっき言ってた。僕はね、もっと早いと思って76年から80だから70年代前半ぐらいの印象が頭の中あるじゃないですか。印象としてはそうだ、やっぱチラエの方が後だと思ってた、ね、84年までやってたんですねこれ、うんまあ、特にうん、そっちの方はなんだっけ、プチフラワーだっけ、変わってから、ね、続きだからね、まあ、俺たちが一生懸命読んだのは前半部分だからね、うん、ですよね、うん、そっちで語られてたんですよ、70年代終わりだよね、うんうん、あの頃ってさ、うん、少女漫画がすっごい本当にすごい距離変わった時期だったの。一番そのちょっと前に青年誌少年誌が変わったんだよ、うんうん、まあ、手塚治虫が作ってっていう話し出すの長いけど手塚治虫が、まあ、作ってとも言えないけど、まあ、中高の祖となって、うん、現代漫画がどんどん変わっていって、うん、でその後停滞期に入っちゃったんだよね、うん、劇画とか出てきてちょっと変わりかけたけど、うん、劇画も結局商業的成功を上げたら、うん、単なる漫画の一ジャンルになっちゃったりして、うんうん、かなりねいろんなところで何読んでも同じつまんない時期が続いてそこに
コムトが出てきて、宮谷が出てきて、正樹が出てきて、青年誌がすっごい勢いで変わって、うん、でね、少女漫画はねかなり遅れて、その頃ね青年誌がガンガン変わってる頃にも少女漫画ってかなり旧兵なね、うん、もう昔ながらの人が昔ながらの表現で、あのお涙ちょうだい母子ものをまだ書いてたんだよ、ちょっと辺境だったのね、そういう意味ではね、うん、そうそう、だからあの頃少女漫画、うん、俺は読んでたんだけど、うん、妹がいたんで、うん、はいはい、あの頃少女漫画読んでる男なんていなかったん、もう完全にバカにされてたんだよね、すごい少数派だったん、うんうん、でこの頃ちょうど、まあ後で話出てくるも出てくるかもしれないけど、まあ、24年組と言われる後に言われた、はいはい、うん、人たちがあちこちでいっぱい出てきて、うん、あの24年組って後に総称になったけど、うん、最初はもう本当に竹宮さんとか、うん、俳優さんとかね、うん、あの辺だったんだけど、うちわで言い合ってるような言葉がマニアの間に広まって、なんか別の意味が出てきた、テクニカルタームになっちゃったんですね、うん、あの辺でこの辺の人がね本当にテクニック技法的にもそれから内容的にもすっごい変えていったんだよ、うん、あのそれまで、少女漫画で人の内面に降りていくっていうことはありえなかったん、うん、でこの人はあの、まあ、竹宮さんだけじゃないんだけど、うん、24年組の、出てきた漫画家たちはみんなね、あの人の内面まで降りていった人たちなんだよ、うん、それでも本当に変わったんだよね、うん、その一人なんで、その、うん、その意味付けをちゃんと、ね、理解しないとこの作品は、ね、せっかく理解できないと思う、うん、多分夏目さんもやっぱ世代的に一緒ですよね。そうだからね、うん、あの本当にね当時の感覚で僕はだからあの少女漫画離れてたんですよ、うん、でむしろね大学の時満研にいてね、うん、あの短大で少女漫画描いてる子なんかいるわけだよ、うん、そうするとさ、これもう本当にパターンのものなんだよ、うん、絵に描いたよ、もうさだバカにしちゃうわけ、うん、あ、ね、でそれで、まあ、おまけにさっき言ったようにさ、あのすぐあのわけのわかんない外国が出てくるんだよ、あでどこなのよそれみたいな、でそうすあのなんか外国でありさえすればいいみたいなね、うん、でそれがすごい嫌いだったので、うん、だからね逆にね何だろう、こう予想もつかない角度から来たという感じだよね、あ晴天の霹靂っていうかね、うん、なんかえっていう感じだよね、その、うん、本当に意外なとこから意外な角度に表現がぐさっと入ってきたんだよね、で気がついた時にはもう始まっていたのよ、うん、さっき村上さんおっしゃいましたけど、竹宮さん自身はそれ以前から、まあ、こういうモチーフのものをちょろちょろ出してはいたわけですよね。そうですね、まあ、そのなんだ、竹宮さん自身がどっかで書いてるんだけども、はい、なんか構想ができたのは6年前 で、はい、で今出しても絶対ダメだから、うん、それをこう連載できるような布石としていろんな短編を書いたり小出しにしていって周りをこう説得していった、こういうものを書いても大丈夫なコンセンサスっていうのを編集者周りに作ってた、そうそうそう、読者に対して環境作りを何年もかけてやって、うん、ドンといったわけ、編集者もね多分ここまでだと思ってなかったと思う、そう、最初はね、うん、この頃ねこれって、うん、今の読者分かんないかもしれないけど、うん、すごい衝撃だった、すごいすごい、うん、これありって話だった、だって一時期みんなこれの話してたもんね、あの第1話のファーストシーンの話延々やった、そうそう、いやこのね、うん、あの 第1巻のねそのさっき出たファーストシーン、うん、このいきなりでしょ、いきなり、うん、裸で少年が2人重なってるんだけど、これ見るとね時代が分かるんだよ、これ70年代の表現なんだよ、なるほど、あのねこの5年ぐらい前に青年誌で大変革があって、ねエロ本がねすっごい過激になったんだよ、アリスとか、うん、で男と女のエロ漫画の表現ってかなり過激になったんだけど、それでもねあの裸で抱き合うときには必ず間にシーズがないといけなかった一枚挟むわけ、そうそう、これもさ、うん、本来抱き合ってんだったら間にシーズがあっちゃ変じゃない、うんうん、変だけどこの頃はこれが限界だったのよ、うん、これ以上描けないわけね、これがサイズ、うん、表現の最前列だったんだよ、うんうんうん、だからあこれ見るとね、あ70年代かっていうね、すごいしみじみと、このシーズに時代性があるわけ、そうやって見ると面白いですね、竹宮さんもそうだし、あの萩谷さんとかもそのものすごくうまかったわけ、とにかく、うん、出た時からうまかったわけ、うん、でだけど それは読者の感想で、うん、あの後でいろいろ知るとさ、うん、本当にその戦略、そのどうやって自分が本当にやりたいものを、うん、この編集者とか出版社相手にだまくらかしてやっていくかっていうことと、うんうん、しかもその自分がやりたいことができるまでにその自分 その実力を上げなきゃいけないんで、ね、うん、それは竹宮さんはそう言ってるんだけど、うん、あのその両方の戦いをやってたわけ、ね、だから
本当に少女漫画のパターンみたいな作品を書いて、そのそれの一部分を変えていくとかね、そういうことをやってるわけ、うん、この頃竹宮さんもそうだし、他の漫画家もちょっとずつちょっとずつ変なことを始めてたじゃない。だからね、見てる側としてはこういろんなのを見てるうちに、こっちでもやってる、あっちでもやってる、なんかこれはちょっと違うなっていう、来てるぞ、来てるぞ、うん、来た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 と思って、うん、最後に、最後じゃないんだけど、まあ、いきなりこれが来て、ついに来たよ、うん、ね、あの大きい罰が来たわけ。そうそう、萩尾元は、あのこの頃は何だろう、ポーいや、あのね、もう終わってて11人いるのもあって、76年だからね、結構後で、スターレッドとかやるちょっと前ぐらいかな。だって100億の昼と1000億の昼もう終わってるでしょ、うん、終わってるから、そっちは萩尾さんが先なんだよね、うん、印象としてはね。でも萩尾元は、なんていうのかな、ここまでのことやってないんだよね、うん、あ、ここまでっていうか、ここまでの表現はしてないんだよ、うん、だからこれはね、衝撃大きかったよ本当に、ね、うん、岡田さんはこれ、俺はね、あの漫画そのものよりは、うん、やっぱこの漫画に関する噂話ばっかり聞く。伝説があるとしてるからね。そう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 。だからあれはすごいって。すごいのが始まったと。あとあのフュージョンプロダクトとかパフとか、ああいう漫画雑誌がいきなりなんか特集始めて、うん、で、あとあのなんだっけ、耽美系の漫画雑誌とか小説雑誌みたいなのがいっぱい出てた、うん、はい、その中でも最大手のあのジュネっていうのが出てて、それがもう毎回毎回高宮さん表紙にして、うん、で栗本薫が書いてっていう、うん、なんかこう黄金時代、うん、はだから70年代終わりとか80年代の辺はこういうものが分からなければ、うん、なんだろう、カルチャーを語るなみたいな大文明とかあってで僕はね、ちょうど竹宮さんはテライから入った、あ、SF 野郎だから、そういう人多いと思うよ。あとね、うん、あのいつも俺が話すの、高校の時 の、 あのクラブの女の子らが教え込んだやつがね、萩尾元派だったの。なるほど。で、萩尾派は竹宮は読むなっていう言われた。結構そういうセクトがあったわけ。なんかね、そのセクトがあって、うん、結局ね、まさかそれメジャーの考え方じゃないと思うんだけども、うん、あの萩尾元はより文芸的で、竹宮恵子はエンターテインメントだみたいなのがあったみたいな、萩尾さんの方が難解だという印象があったわけ、うん、でもこの風と木の歌でそこら辺はもう全部なくなっちゃって、うん、いきなりもう運動の最前列で竹宮恵子が絡んできた、うん、だから通してね、ちゃんと読んだのは今回がこれ初めてで、うん、ちょっとびっくり、ね、こんなことやってたのか、うん、だから評判ばっかり聞いていて、うん、でどっちかというと手がすくんで読めなかった状態だったから、うん、なるほどね。ただやっぱり竹宮さんの方が、まあ、萩尾竹宮って当時の大人気作家2人並べると、やっぱり竹宮さんの方が分かりやすいんだよね、あの表現とかやっぱり平易で、あの同じ、まあ、竹宮さんは別に少年愛物を書いたつもりじゃないだろうけど、まあ、テーマとして少年愛を扱った物語を書いても、あのより直接的に、より読者にこう、読者の気持ちに訴えかける表現は竹宮さんの方が、ね、やっぱり分かりやすいんだよ、スタイル技術を持ってる、少年愛物を書いたつもりじゃなくても、うん、少年愛物として読まれることを拒否してないよね、そういうことなんだよ、ね、まあ、それいいわよって話で、うんうん、鈴木さん、これキャラクター的にはどの辺に惹かれました、まず登場人物、登場人物ですか、うん、登場人物、やっぱりでもやっぱりジルベールが好きだけど、うんうん、カールも捨てがたいんですけど、捨てがたい捨てがたいっていうのはいいですね、でもやっぱり白い王子じゃないですかね、ロスマリネ、ロスマリネ、ロスマリネがお好き、王子様らしい、なんで、絵に描いたような王子様、絵に描いたような、なんで、なんで、そんなことないでしょそう、だってこんな髪でさ、いや、あの彼には彼の非常に屈折が、すごい、彼もすごいね、なんかほらバックにドラマがたくさんあって、実はねちょっと潔癖症で、ね、最後ちょっとかわいそうになるし、そうそう、ちょっと私ロスマリネに感情移入しちゃったな、長い、これ長い連載じゃない、長い連載って俺あの続き話の長い連載やってるとさ、あの一人一人を掘り下げていけて面白いんだよね、枝葉がね、登場人、多分ね最初考えた時はそこまで掘り下げてないんだけど、書いてるうちに、あ、こいつじゃこんな人生があるって、多分気がつくんだよね、じゃあいつかこいつの人生を書こうと、長年やってるとね、そこができるのがね、いいよね、なるほどね。いや、それでこれってさ、あの、最初にあのジルベールとセルジュの話で入って、いきなりあのジルベールの生い立ちに行っちゃうじゃないですか、でその後今度セルジュの生い立ちに行っちゃう、セルジュの生い立ちか、セルジュの生い立ちじゃなくてセルジュのお父さんの生い立ちが、それを延々で、大河ロマンだよ、カムイデンですよ、突然あの林崎仁介の話になっちゃったとか、そういうことですか、
セルジュとジルベールの話とかでこう読み比べたりとかして、あ、ジルベールがこんなもう7歳でこんなことになっちゃった時、セルジュはこんなにまっすぐとか7歳もこうやって言ったりしてるわけ、7歳の時とか思って、そうそう、それが衝撃的で、俺ね今回読んで感動したことの一つはそれで、あの竹宮さんってやっぱ構成の人なんだよね、構成と演出の人なの、だからね綿密に作るわけだけど、その人物の背景をここまで書き込むっていうのは、実は少年漫画では手塚さんという別格を除けばね、あの梶原一騎子なんだよね、そのこの人はなぜこうなったかの人生っていうやつ、ね、でそれをここまでね、あの立て込みにしたのはおそらくね日本の漫画史上でもこれぐらいだと思うよ、各人物について全部背景があるんだもん、全部違うんだもん、それが最後に、柏木記だと繰り返しになるんだけどさ、全部違う、これ教養小説なんだよね、なんか奥義一番好きなんだけども、奥義のキャラクターの作り方すごいでしょ、構造として、だからすごい内面が書いてあって、で現在みたいなのが書いてあってて、これ主役にしても何本でも書けるのに、まあ言っちゃえばすごいメインのキャラクターなんだけど、この中では早くで終わらせてるからね、最後消えちゃうみたいな、そうそう、でもあのなんだっけ、そうそうそう、でもセルジュのお父さんの学生時代にもちゃんと出てくるしっていう、すごい多角的な書き方してる、いやだからその6年間温めてる間に作り込んでるんですよ、よくねあの昔話に入ってきて現代に戻れたねこれ、だからね、あのすごい煮詰まってたんだと思う、その書くまでに構成が、もう始まるまでにね、でね、おそらくねこの時代しか多分できないんですよ、っていうこれね明らかにあの19世紀のロマン主義だから、ロマン主義の教養小説だもん構成、今書けないぜこれ、でもねキャラクター構成ねすごいけども、ストーリー展開はねなんかもう真珠夫人でしょ、これそう来るかすごい極めてクオリティの高い真珠夫人だから、それが分かりやすさなんだよ、聞く時間かい、そうかい、ここら辺がね俺ねびっくりして、この登場人物のキャラクター付けの陰影とかの深さに比して、このストーリーの持っていき方の行き当たりばったりさがすごいなと、だからやっぱその24年目についてから出てるけど、その中で本当に一番なんていうのかな、開いてますよね、大島さんなんかもうちょっととんがった感じあったんだけど、読みやすいですよね、表現としてはものすごく分かりやすい方を選択する人、で少年漫画とも近いですよね、親近性ある、この人はさ、まあ、俺たち同世代なんで、これはちょうど20代後半から30ぐらいじゃない、でデビューして10年ぐらい、もうその頃ってね本当にね油が乗ってる時期なんだよ、もうねいくらでも次から浮かんでくるんだよ、もう書いてるとね今週号書いてると来週号が頭の中できてくるんだよ、どんどん困りができてきてね、あの今週号書いてるとね頭の中で来週号書いて、俺頭の中で来週号で笑ってるんだよ、俺もそういう時期あるんだよ、あの、20代終わりから30代前半ぐらいかけてのね、10年弱ぐらいの間ってね、本当に次から浮いてきて、もう早く書かなきゃと思って心が焦るんだよ、消えないうちに、もうどんどん出てきて早く書けなきゃっていうのがね、特にこれの前半あたり見てるとね、あ、きっと竹宮慶子もこの頃書かなきゃと思って書いてたんだっていうのがね、本当に分かるの、あのこの人ってね、最初から達者の人だったんだけど、ただ抜群な画力の人ではなかったんだよ、だからね、それをカバーするためにいろんな工夫を昔からする人で、ポーズとかね、構図とか構成、そういうものをねすっごいこう意識して作ってきた人なんだよ、でね前半はまだねその書きたいって方が強すぎて、その過剰になっちゃうな、ちょっとなるほど、ちょっとポーズとか演出とか過剰だよね、過剰、いやだからそれもね、あの戦略の一つのような気がする、僕やっぱりあの話がこれだから、反面過剰なぐらい少女漫画っぽくしとかないとみたいな意識があるような気がする、少女漫画っぽいっていうよりもね過剰すぎて俺時々ねやっぱ笑ってた、あれでしょ、あの歌舞伎とか演劇っぽいわけでしょそうね、いやだからそれは、我々の年齢の男性読者から笑うんで、その当時の少女読者はその華麗さに酔ってたわけだよ、だからそれに騙されてこんな話なんだけども読めちゃうという、今見るとそのなんだろうな、その性関係があるところで花がこう開いていくシーンみたいなのがあるんだけど、これベタだよなと思うけど、この頃誰もやってなかったわけで、やってたんだよ、すっごいオーソドックスのやり方、だから集大成だろこの人、いや誰もやってなかったというのは、とにかくその性表現の方をやってなかったわけで、それにベタなのを組み合わせとかないと、ものすごく過激になっちゃうわけ
ポーズ前半ってさちょっとポーズつけすぎだよね、うん、あのやたらこういうのとかこういうのとか あって今の、でも後ろに出てるこういうそれが美少年スタイルって思った植え付けられましたよ、ね、俺一貫のねそれがあるからあこういうもんなんだと思っちゃえるんだ女の子はこれですっと入れるとこあったんじゃないのかな、うん、俺一貫さっき読み返してね一貫の129ページ見ててさ129、うん、これいくらなんでもポーズにこんなのけぞらなくてもいいよなと思って あこれのけぞってんだこれ顎だ顎、うん、ついね意欲が溢れすぎてしまっている例なんだこれ木の根と枝がなくて違う そう下から取ったら煽ってるわけ こうね、うん、そういうところに目と目のはね書いてる人間なんだ大体、うんうん、あこうやって書いてるって思うんだよな、うん、当時の普通の女の子の読者 あのアベレージで言うと視線はやっぱその華麗さとか、うん、そういうとこでとどまって、うん、ある意味カムフラージュできてない、うん、だからその顎の下を書いてるとは思わないんだよ、ね、あ指が綺麗ねって思うんだよ綺麗ねって思う、はいうんはい、さあちょっとそれでは、はい、夏目の目のコーナー行きたいと思いま います夏目さんお願いします。まず図の1からいきたいんですが、これはですね、その今まさに話してた要素ですけどね、ここにポーズとしてバーンとあるんですよ。これね見開きでしょ。でこちらの左の上ってのは一番パッと開いた時に目が行くところなんですよ。だから一番その目が行っていいところにこうジルベールが登場するわけですね。それでしかも集中線があってバラがあってこれがベタだというわけですね。でそこに至るまでにこうきちんとこう駒を割ってですね、非常に分かりやすいんです。実は視線誘導をやっても非常に分かりやすくできている。それでここへ、至るんですが、ここに黒いものがありますね。黒いバッグがある。で黒白の対象があって非常にこう華麗に目が行くようになっているので、こういうところがうまいんですよね。でこれをですね視線誘導のちょっと矢印を入れたもので図の2を見せていただきたいんですが、こうなります。つまりこちらのページはですねストーンストーンと割ときれいにですねセリフとか顔とか無理なく効率的に見えるようになってます。昨日とえらい違いと言いますか、その、でここから次のページに行きます。そうすると効率的に行くとですね、実は直線で結ぶとこうなるんですよね。こういうふうに行くはずなんです。しかし行かないんですよ。右のページと左のページは違うんです。何が違うかというと、こうまっすぐ行こうと思うんだけど、ここにジルベールの顔があるのでそっちに引力が働いてこう回っていくんです。つまりこれね読者の視線がねこう絵の引力で揺れるんですね。でこういう効果がねこの人本当にうまいです。おそらくなんていうのか、これってだから非常に分かりやすい一般読者を捕まえる漫画なんだけど、クロートが見るとですね、そういうこうなんていうの、案外分かりにくいところにうまさがあるんで語られにくいもんだと思います。で図の3に行きます。でこういうテーマを語るために非常に重要な要素ってのは実は風なんですよね。これだからタイトルに入ったのはそのせいじゃないかと思うんですけど、風が非常に書かれるんです。これは風の中に光が入りますよね。でこれは何かっていうとですね、ここに書かれている字の絵の上に空気感があるということなんですよ。で非常に透明な空気感っていうのを重要視した漫画です。でこれの見開きを見ていただきますとですね、こちらにジルベルがいて、これ一瞬なんですね。一瞬を見るんですけど、わざわざコマで割ってあります。つまりこの場合この風に相当するものはコマの枠になります。常に何か一つの幕を通して事象を見てるんですよ。でこのコマっていうのはですね、一見するとどうしてここにコマの枠があるのかわからないんですよ。確かにここに書かれているセリフを順に読むためのなんていうのかな、機構システムとしてあるんですが、一旦このコマの枠を抜いたらどうなるかっていうのをちょっと抜いてみました。それを見てください。こうなります。別にこれでもおかしくはない。しかしまず、もちろんそのこのナレーションをというかその言葉を読むのに非常に不便であるというのが一つありますが、それ以上にさっき持っていたこう視線がですね、上から順にこう追っていくのだっていうニュアンスがもうないんですよね。でね、そういうところがですね、あんまり気がつかないところですけど、非常に本当にこの人は
あの竹宮さんという人はそういうことを、地道に地道にこう積み上げて演出をしていたということです。で、図の5に行きます、これがですねその少年のつまり これはあの少女漫画というのはどういうものかということを一つあの言えると思うんですけども、あのここで言葉がコマの上に載ってます。でこれさっきと実は同じことなんです。この場合はあのこの言葉詩のようなナレーションが一番手前に幕になってるわけですね。でその後ろにコマがあり、そのさらに後ろに絵があるんですよ。でそういうこうアニメのセルが重なってるような構造になっている。でそれをおそらく集大成していった時期の手法なんですね。でこれあごめんなさい、これはですねその前に図の5一巻の108ページというのがありますか。これですね、こうそうですそうです、これはですねあのジルベールがあの部屋に帰ってくるシーンなんですね。でこれねあのここの右ページでですねただあの寝てセルジュが寝ているですね、ところをですね1ページ8コマ使って書いてるんですよ。でそれぞれの風景がただ描かれるんです。でこれねあんまり少年漫画でやりません、くどいです。でもね これは少女漫画ではありなんですね。でこれだけの時間を使って初めてここであのジルベルが入ってきたっていうことになります。で倒れると。でその次のページいきますね。でこれをめくるとこういうことになって、その倒れたことに気がつくまでに何コマも使うわけですね。でやっと気がついて、やっぱ こっちを黒にしてこっちを白にして、非常にスリリングなコマが真ん中に来て周りが白くなるというこの何コマも何コマも見せて、これ実はですね少年漫画で言ったらこれ戦いの一番いいところに相当するんです。あのだからこそコマを細かく分節して見せたいところを見せてるということになります。でそういう手法が確立していった時期で、逆に言うと集大成して確立していった時期だなだけにちょっと今読むとくどいわけですね。こっから削れていくんですね、80年代に。それってですね、図の今度は7ですか、空気感のさっきの空気感の続き図の7はこれですね。だからあのこういうシーンをまさに見せるときにその空気感というのがいかに役立ってくるかという話ですね。手前にベールがあるんです。でベールがあるということで綺麗に見えるわけですね。生々しさとかドロドロした部分を見せないわけです。でおまけになんかこうバラが飛んだりして、一体バラはどこにあったんだろうっていう感じになるわけですね。で、まさにこれが役に立つというか、文字通り表現のベールになるわけですね。そしてこういう様式美が成り立っていくというのはある程度そのなんていうんですか、漫画の記号性が抽象度を上げていく、ここに事象があってその手前に幕があるという、こう非常に記号的な抽象度が上がっていきます。しかもそこにこう非現実感というか、現実に一枚ベルがかかったような感じ、そしてロマンティシズムというものがある。でそういうものが意象として確立していくという、絵というよりはイコンに近くなった感じになります。で図の8、そうなるとどうなるかっていうと、これもある程度そういうことが意図的に出てくると、これちゃんと額縁が、この絵自体がですね、確かに風景があって、そこに事象があって、近い場所にこういう、なんていうんですかね、柵があるんですが、これはもうほとんどイコンのようなものになって、だからこそここに額縁があるんですね。でそれデザイン化していくわけです。でこういうことが竹宮さんってのは得意で、そこが勝負どころだというふうにご本人もおそらく思っていたんだと思います。話も構成できる、ただ地味な絵だという自覚があったというふうにご自分で後書きで書かれてますね。だからうまさでしのぐんだというふうに思っていたというふうに書かれています。でそれでですね、ここで書かれたやっぱり一番の主題、少年ということなんですけど、それは後半の方、ボナールというその背徳的な人物が出てきて語られることになります。図の9ですね、この人ですね、
この人なんかすごい悪者かと思ったら案外おいしい役でですね、私は割と気に入ってるんです。でこの後半の方で出てきたボナールは明らかにそのここまで進んできた話あるいは主題に対する作者ですね、作者の術解、術解になってると思います。ここで彼が何を言うかというと、ジルベールにとって愛っていうのは非常なものだと、で育つことができない永遠の少年であると、 だからこそ生き残ることができないんだという術解をここでやっています。でこの辺りになるとですね、非常に絵も整ってくるんですね。これを整いすぎると見るか上手くなったと見るか、まあ、両方なんですけれども、このですね、ここでですね、つまりここで彼がまとめている主題ですね、ジルベールというのは要するにその他者を求めているわけですね。であまりにも純粋に求めるために他者との出会いを非常に屈折した形で作ってしまうと。でこれねやっぱり60年代ますか70年代のある種の大きな主題だったと思います。で図の10に行きます。これはまあ次のページですが、故にそのジルベールが死んでしまうということを言われるわけですね。絵に描いた絵の不幸ですというふうにこの弟子が言うんですね。でこれはですね、その、まあ、藤本ゆかりさんという少女漫画の評論家がいるんですが、その人が書いてるんですけども、つながりへの気球という欲求ですね、他者による自己肯定の欲求っていうのが実は少女漫画の根底のテーマだと。で拒否される愛としての少年愛というのはそれを見つめることを可能にしたのだと、究極のつながりとは何かという純粋な関係性のみを問題し得たのだというふうにしてこの作品を評しています。でまさに多分少女漫画の一つの根底の主題をこういう形で集大成し得たというのはこの作品の位置づけだろうと思います。ただですね、最後図の11見ますと、これジルベルが死ぬ場面ですが、ここで車輪が出てきますね。でこの車輪を見て私はですね、まず思い出すのは水野秀子なんですね。で水野秀子の背後にあるリアリズムというか、やっぱりね、劇画のリアリズムというのはまだこの時期にあったんだなっていうのは非常に感じまして、なんかすごく時代にしか成立しえなかったロマンティシズムの漫画家というふうに思いました。以上です。はい、はい、ありがとうございました。じゃあファックスの方、はい、かなりたくさん届いてるんですけれども、はい、K28 さんからいただきました、はい、初めて見た連載1回目はかなり衝撃的でした。以来読み続けて思ったのはこれは純愛ものだということです、うん、描写は過激ですが内面を見つめると切なくて泣けますと、はい、ありがとうございます。それから石さんからいただきました、はい、風と木の歌を母親昭和24年生まれの実家の本棚で発見したのは10歳の時、あまりにショッキングでした。しかし時代にこの作品、ジャンクに、記号化された今のボーイズラブとはまた違ったどこか追い詰められたギリギリの24年組の真骨頂だと思います、うん、にしてもジルベール痛々しすぎるよというメールをいただいてます、はい、ありがとうございます。メールも結構ね、昨日ほどじゃなくても、はい、ファックスも結構もう来てますよね。はい、愛ちゃんこれ読みやすかったですか？私は私も岡田さんと一緒で、うん、噂はすごい聞いてたんですけど、うん、実際こう手に取って読むっていうのはなんかこう絵とかあとそのやっぱコマの多さとか文字の多さでかなり敬遠してたんですよ、うん、で今回読んで、4巻のジルベールじゃない、セルジュの生い立ちから、うん、もうどっぷりハマりまして泣くよね。もう泣きます、泣きますよね。泣いたよ、もう泣いて、本当に泣いたよ。本当にもうセルジュなんてかわいそうな、あの辺からやっぱ入るわけですよ、ぐっと入ったよ、うん、っていうか当時も読んだ時泣いたけど、やっぱりほらセルジュがおばあ試写家に初めて来ておばあさんと食事をして、はい、どうしてそんなにおばあ様と席が遠いの、うん、って言ってそっちに行ってもいいって言って行ったとこブワーっ て、 あの時もいっぱいいっぱいになってるね、喋りながらあの時も泣いたけどまた泣いちゃったよ、すごい軽々飛ぶんですよね、おばあさんのとこにポーンって。それであと天使の羽が見えた、素敵だって思うんですよ、やっぱり見てて私ですら素敵って思うんですから、うん、セルジュが死んだあたりよりもさ、かえってセルジュの生い立ちのあたりの方が泣けるよね。そう泣ける、うん、セルジュが死ぬあたりってもうすでにジルベール、ジルベール、セルジュじゃないや、ジルベールが死ぬ、セルジュは死ないな、死なね、あの頃ってもう
これはあと死ぬしかないなっていうのはだいぶね、うんうんうん、まあそこまで破滅するとね、うんうん、そこはもう本当痛々しい、うん、2人とも痛々しい、うんうん、いやだからやっぱりどっちも痛いじゃん。セルジュ編とジルベール編っていうのがつかみなんですよ、うんうん、いやそれまでにこう、よくそんなつかみを後ろに持ってきたよね、うん、いやだから最初のつかみは少年愛なわけ、うんうん、でも本当のつかみはあそこにある、うんうん、すごくその内面的な話なんですよね、うん、内面的な話なんですよというのを読者に納得させちゃうわけね、うん、あそこで、うん、だからね、その純愛ものだなって思って読めちゃうんですよね。あの死ぬあたりになるとさ、テクニック上がりすぎててかえってすんなり読めすぎちゃうとかあるよね、うん、生い立ち編、2人の生い立ち編あたりってさ、まだテクニック的にかなり荒くて穴が多いんで、かえってね、生々しくこっちに伝わってくるものがあるよね、うん、あの本人の、本人のこうテクニック以上のものが伝わってくるような気がする、うん、あの後半になってくるとかなり上手くなっちゃって、うん、かえってね、あきっとこういうことを書きたいんだろうなっていうのが読めてしまうようなところがあるよね、うん、だからやっぱり乗ってる時ってのは面白いよね、作家のね、うん、技術とか腕だけじゃないんだよね、うん、プラスアルファがある。そうだね、うん、でも本当わかる気がする。なんかこの最後にあの行き着く失踪みたいな感じで、どうしてもこのセルジュとジルベールのエピソードがあってって、うん、でも読者としてはやっぱあれがないとね、読めないですよね。そうですよね、うん、なんかプレリュードみたいな感じでこうぐわっとくるね、く、うん、るこう本当盛り上がりがあそこで失踪につながる、うん、でも竹宮さんが先にこうこれこうしてああしてっていうのがすごくかあの石川さんもさっきおっしゃってたけど、なんかこう次はこうであれっていうのがね、なんかすごく感じます。その後に来る影楼編だっけ、あそこがあの夏目さんがさっき言ったけど少年漫画における戦いのシーンも、あのジルベールとセルジュがお互いにもあの相手を困らせ合うという、ね、番長ものだったらもう殴り合いだよ、すごいよ、もう身長20メートルまでの愛なわけよ。俺が言うことを聞け、殴り合うとこ。構造としてはさ、ジルベールっていうのは、うん、あの最強の番長なんだよね、まあ、で星ヒューマンみたいな、そうそう、で星ヒューマンではない、うん、ジルベールは、うん、あのむしろだから少年漫画でいうと悪者の方に出てくる敵役の番長で最強のやつだよね、うんうんうん、でセルジュはヒューマンだよ、そういう意味で言う、セルジュっていうのは一見弱い子なんです一見弱いやつが入ってくるんだけど、実はすごいこう純粋さでそれに勝っていくという物語。だから番長者にいてくれるとよくわかる。最後悪は滅びちゃった。俺さ、やっぱ風と木の豚読んでて、あの面白いんだけど辛くて辛くて、よくねその少女漫画読む人ってこんな他人事とはいえ辛い話読めるな。で。うん、そうだから、こんなかわいそうな私っていう感覚ってあんま男にないじゃん、うん、どっちかっていうと気の毒で読めなくなっちゃって途中で俺もね、よくこんな辛い話書いたなと思ったよ、うんうん、俺辛い話書くの嫌いだ石川さん今の気になるじゃん。でもね、男の漫画家って辛い話書くのあんまり好きじゃないんだよ。そうそう、書けない書けない、うんうんうん、そうね、女の子って悲惨な話って書くの好きじゃない、うんうん、読むのも好きだけどさ、うん、だからなんかこう風と国の歌もそのジルベールがかわいそうな目にあっても、俺らみたいにこんな辛い話なんか幼児虐待じゃん、うん、ってみたあそこに書いてある、ね、幼児虐待なんかかわいそうで読めないってなるんじゃなくて、そこに自分を投影して、うん、ああこんなシチュエーションもにあるかわいそうな私っていう酔い方ができないから、うん、かわいそうな私じゃなくて、うん、こんなに純粋な私なんで、うん、ああそうか、うん、そうだね、うん、それをかわいそうと思える純粋な私を見るわけね、うん、そこに、うん、だからかわいそうと思えるから思わず閉じちゃうんですよ。村上さん、これでもさっきもから出てますけど、その少年漫画的文法とかなんとかって影響非常にありますよね。まあ、文法というよりも、うん、やっぱりそのなんていうのサービス精神というか見せ方のところで、あのやっぱり戦いのドラマにしてるんだと思う、うん、でなんかそういう意味であの当時は僕は男だけども結構読めたという、うん、ただこれから20年経ってふと気づいてみるとさ、うん、この頃はその少年愛っていうのを登場人物それぞれの奥に降りていくためのインターフェースとして使ってたはずなのに、うんうん、今の少年愛もの見てみると、うん、インターフェースしか書いてないっていう問題が、うん、目的化しちゃってる、それが八百万になってしまった、ね、まあ、だからこそ八百万という山梨はちょっと寂しいよね。ついに NHK で八百万という単語が解禁されてしまいました。これを読んでてあんまり同性愛っていうイメージは本当最初のつかみだけで、あとはないですよね。だから本当インターフェースなんですよ、うん、話はその内面でドラマであってってことなんだけど、そこは目的化するとちょっと本末転倒になってくるとかあるね。あの俺はね、今でも覚えてずいぶん昔にですね、うん、竹宮さんが
自分の懐かしい漫画をねどっかの雑誌でねカラーで書いてたんですよ、うん、模写をね、うん、でその中にね伊賀の影丸が書いてあるんだ模写でね、はい、それでねそれ見たしかもねその、すごく色っぽいって書いてあったっけ、うんうんうん、で俺ねそれを見るまでね、うん、伊賀の影丸が色っぽいっていう感性がまるでなかったんだよ、うんうん、それですごいびっくりしてしまって、うんうん少女漫画家で伊賀の影丸 の, あのなんだろう、M、魔女的な要素が色っぽいという人結構いるでしょだから、ね、その時にパカーンと分かったわけ、うん、だからほらあの伊賀の影丸って案外捕まるんだよって、うん、それでさ逆さずりにされてさあの上半身裸であの水に使ったりするんだよ捕まるっていい、ね、そういうことかと思ってさそれでパーンと分かったんだよね、うんうんうん、だからそれってね分かんないとずっと分かんないんだよ ね, ねさっきその話はさっき楽屋でしたんだけどさ、うんうん、あの例えば鉄アトムが可愛いとかいうのはまだわかるじゃない、うんまあ、一般的にね、うん、手塚治虫の鉄アトムは一品物なんだ作品なんだよ、うんうん、でも伊賀の影丸って量産品なんだよ、うんうん、型でパカンパカン取ってるうちの一体なんだよ、うん、人形焼きだよねそれにね色っぽさを見てしまうっていうのはそれはそれでやっぱ才能なんだよね、うんうん、でそれまでさ価値がなかった、まあ、なかったと誰も思っていたものをこっちから見てみたら価値があったっていうものを見つけたっていうのはねこれおすごい発見だよね、うん本当にこれ大きい発見だった。その男の子の読者のその面白がり方と全然違う面白がり方をしてたわけ。だから少年漫画でも女性に人気のある少年漫画ってちょっと違う。まあ石森章太郎なんか特にそうなんですけども、やっぱりそういう見方ができるこうなんかポーズとかあのなんかこう線の色っぽさとか。そういうところなん、ね、一般的に言うとその24年組の話から出てますけど定義的にこれ村上さんどういうふうに考えたらいいんですか一般的に定義というかまああのなんだろういわゆるあれですよ、昭和24年近辺に生まれた少女漫画のことなんですよね、まあ、そういう言い方が言いやすいから言っちゃってるだけで、うん、やっぱり段階の世代だから当然多いわけよね、うんうん、であの男性の漫画家でももちろん多いと思うし、うん、でたまたまそういう時期にあのみんなこう自己表現に目覚めてしまったという、はいうんはい、段階の世代というのはあれですよねあの他の人から抜きんでてそうそうそう自己が個性的になきゃいけないという世代だから、うん、そう自己あの表現してなんぼという世代だから、うんあのまあ、それまでの蓄積とかがちょうどそこへ集中したという、うん、ちょうどこの、いわゆる24年組と言われる人たちだとさっき言った竹宮恵子大島由美子、萩尾元、山石上子とかその辺があって、うん、それとは別にリボングループっていうのがあって一条さんです、ね、一条、森田、柚木、うん、この辺がまあやっぱり、まあ、多少ばらつきあるけど同世代、うん、だからちょうどねその辺の世代が少女漫画を変えていったこの最初の世代だったんだよね、うん、これ本当に大きいあの変化だったんだよ少女漫画にとっては、うん、あのその中でも滝宮さんってさ少年誌に少年漫画に手塚さんも石森章太郎、まあ、今の石森章太郎に直接的な影響を受けてるんだよね、うん、竹宮さんのこれには出てこないけど他の漫画見てると喋ってる最中にいきなり歌い出したりするんだけどそれはやっぱり手塚さんの影響が大きいよね水の日でこう経て、うん、これやっぱりちょっと俺たちには理解しにくいけど、うんだからさ僕らは手塚さん読んでてそういうシーンも読んでるけど、うん、それはいつの間にか残っていないんだよ残ってないね、うんうん、とかねやっぱり読み飛ばすわけだよね、うん、そうないものとして読んでるよねそこそうだからそれ自分がほら表現者になった時に何が残ってるかだよね、うんうん、鈴木さんのうちのその漫画読者体験としてね他のも読んでいったわけじゃないですか、はいうん、そういう中でこれやっぱまた特別な意味ってのありました風と木の歌っていうのはえ他の漫画後にいろいろほら漫画やっぱお好きだから読むじゃないですか、はい、他の少女漫画なんかでも、はい、その中で比べてみてもやっぱ特殊な作品って位置づけありますまあ うん、それはあるんですけどね、うん、そのさっき皆さんおっしゃってるその24年組っていう、はいはい、あの世代の人たちが書いた漫画っていうのはやっぱりずっと持っている未だにね、うん、その島由美子先生とか、うん、あの本当に最初の初期の作品とかも、うん、これもなんかずっとそういうふうに残っていく漫画なんだなっていう子供心にそういうことを思わせる漫画だったっていう当時から萩尾元先生の「ポーの一族」とかもありますけど、うんうん、
やっぱ24年組の漫画ってさ、作家性なんだよね、うん、パワーが違う感じがする、うんうん、だからみんな使命感持って書いてますよね、うん、そうですね、書きたいもの書くんだよね、これを書かねばならぬっていうのがあるから、そのためにテクニックを上げて編集者を説得してこれを世に出すために生きてきたみたいなのがあって、そこからとの作家になっていくと割と自分の好きで書いてる気がするんだけど、竹村さん自身も別に少年愛が好きだというよりはこういうものを私が書かなきゃもう誰も書かないんじゃないかとか、この前線押し広げようっていう、だからそれはその前の少年漫画家なんかだったら子供のためにっていうミッションがあったのと近いような位置づけであるわけですよ、大きな目的が、うんでね、やっぱりね、まさにね、古典性なんだよこれ、古典が確立するんだよね、その多分ね、その当時は俺気がつかなかったけど、今になるとね、あの時書かれてたその24年組なんかのものって、ね、古典だわ、古典が確立したんだ、スタンダードですよね、スタンダードだから、いきなり70年代に少女漫画がスタンダードが確立しちゃってそれ以前の漫画を全部クラシックにしちゃったんですよ本当だよね、いやね、この頃の漫画家って、まあ、俺たちも含めてその、まあ、24年組とかその辺の段階の最後の方の漫画、少年漫画、青年誌、少女漫画を含めて全部を変えていった世代ってね、幸せな時代ではあったんだよ、変えていいわけなんだよね、変えていいってことは前は全部空き地なんだよ、自分が始めたのが新しい一歩になるんだよ、だからみんなね多分すごく楽しかったと思う、パイオニアだもん、竹村さんも多分ね書いてて楽しくて楽しくて、もう次の本が書きたくて書きたくて、俺もやっぱりそうだったんだよ、本当に俺はギャグ漫画、スタートはギャグ漫画だったんだけど、ギャグ書いててもう何書いてもみんな褒めてくれるし、もう楽しくて楽しくて本当にね毎日充実してたんだよ、でね明日の話とリンクしちゃうんだけど、前に知り上がり寿って話しててね、知り合い寿よりより7、8歳下ぐらいかな、で、まあ、10歳近くね、一世代下なんだけど、まあ、パロディーものみたいな感じでデビューしてきた、でなんで自分がパロディーものをデビューしたかっていうと、漫画家になろうと思った時にもう上の世代が、つまり俺たちだから、上の世代が全部やり尽くしてしまって、書くことがなかった、それで今までできたもののパロディーから入っていくしかなかった、そのまさに全部やり尽くした世代がこの世代なんだよね、これはね本当にやってて楽しかったと思う、実感として分かるもん、で、まあ、久しぶりに読み返したんだけども、やっぱり入っていってしまうもんね、本当にそう、それだけの力が引き込む力だよね、でね、その引き込む力ってね、書いてる方に自信があるんだよ、そういうものだっていう確信があるわけ、これがねなくなるんだよ、だって、でこれなぜあるかっていうのは、やっぱ俺ね、その本当に今回読み返してつくづく思ったのは、さっき古典って言ったけど、これロマン主義だよ、本当にね19世紀のねロマン主義がね、この70年代の日本に蘇ったんだよ、教養としてありえる、教養なんだよ、だからね、それに対する確信がなくなったら、そう、書き方も変わってきちゃった、だからね、60年代半ばの梶原一騎からね、70年代の少女漫画にわたってね、教養主義、古典、ロマン主義っていうのがあったんだっていうのがね、俺今回の発見だったね、村上さん、巨人の星と共通点あるとおっしゃってましたもんね、巨人の人というか、やっぱり少年漫画の格闘技ものとか魔球ものとかの構造というのをやっぱり少女漫画でやってみせた、でそれは全然テーマは違うんだけども、少女にとってはそういうことが大事なんだというのを教えてくれた、あまりにも最終形が違うからパッと見には気がつかないけど、番長漫画と風の木の歌は実は同じ構造してるんだよね、ただ自分にとって何が大事かという、そうそうそう、でもね、番長漫画でね、いきなりね登場人物のお父さんの生い立ちからやるってあんまりないよそれはないな、でもなんだっけ、バット職人の話とかあったじゃないですか、お父さんの父の魂、貝塚広島、貝塚広島、生い立ちは大事なんですよ、そうそうそう、じゃあちょっとファックスがたくさん届いてます、たくさんいただいたみたいです、はい、昨日のファックスの数超えました、あらら、はい、96、ファイブスタイルファックス多い、はい、メールはファイブスタイルの方が多いですね、そうですね、はい、まずですね、はい、千葉県のキリアカナさんからいただきました、19世紀フランスの湿った空気の感じ、極論とも取れるそれぞれの性に対する考え、友情、愛情、神、そして青春、一度読んだ時から風と木の歌の雰囲気が頭から抜けません、竹宮先生素敵な作品をどうもありがとう、ありがとうございます、それから、はい、福太郎さん、37歳、はい、主婦の方ですね、はい、出会いは小6の春、衝撃でした、しばらくは机の引き出しに隠してこっそりと読みふけっていたあの頃、男同士で気持ち悪いと旧友になじられ泣きながら抗議した若くて、うん、
風と木の歌、それは私にとって青春のバイブルです。ありがとうございます。主婦やってるそうですけど。それから、パスカルさん36歳の方からいただきました。パスカルいいよね。初めて、風と木の歌に出会ったのは小4の頃でした。その頃はこの作品のテーマは理解できない子供だったのですが、私の中に愛とは何かということを子供ながらに考えさせられた初めての作品でした。いつまでも私の心の中の奥深くに潜んでいる作品です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いただきました。こっちはいいのかな。はい、こっちさっき紹介します、はい、さっき夏目さん言ってた教養っていうのさ、うん、もう時間ないんだけども、うん、あれだよね、なんだろう、教養主義とかロマン主義っていうのは作者が先生にならないといけないじゃん、うん、だからあの道徳とは何かとか人生とは何かっていうのを年若い読者に教える立場にならなきゃいけないんだけど、今の作者でそれできないですね。創作者ってついできないから、あの小説の作者が人生のなんか価値っていうのを出せなくなっちゃってるんだけども、この当時の少女漫画ってそれをすごいやろうとしたわけですよ。だから未だに少女漫画の人たちって上がっちゃうと人生相談やっちゃうっていうのはね、なんとなく俺の中では納得してる。では明日の告知です、はい。明日は尻上がりことぶきのやじきたインディープです、はいはい、ゲストは高橋芸一郎さん、佐藤珠緒さんになっています。スポーツ番組みたいな本当ですね、このメッチだとね、はいはい、明日も濃いですけれども、はい、皆さんお楽しみ。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。